エレナ、起きなさい。そろそろ朝ごはんよ。ビーナさん、どうしてここに？どうしてって、起こしに来たからに決まってるじゃない。まだ寝ぼけてるの？ごめんなさい。あ、また言った。前も言ったでしょ？悪いことをしてないのなら、謝る必要はないって。でも、私は悪い子だから。そんなことはないわ。誰もあなたを悪い子だとは思わない。だから不安になる必要はないの。だけど、私が謝らないと。大丈夫。もう誰もあなたを傷つけたりしないから。ビーナさんはどうしてこんなに優しくしてくれるの？私といても不幸になるだけなのに。聞いて、エレナ。すべての命は大切にされなければならないの。その中には、あなたの命も含まれてる。だから怯える必要はない。それどころか甘えてくれてもいいくらいよ。ありがとう。そういえば、フレイおじいさんから伝言を預かってるの。よければ、ここを本当の家にしないかって。本当の家？ねえ、エレナ。私たちの家族にならない？あの時、私はなんて答えたんだっけ？昔と同じね。勝手に現れて、そして勝手に消えた。姉さん。あ、見つけた。ここにいるかもって聞いて、お邪魔だったかな。別に。何か用？そのね、本当はもっと前に言いたかったんだけど、なかなか言えるタイミングがなかったから。ヘロお姉ちゃん、助けてくれてありがとう。私はただ姉さんの意志に従っただけだから。そっか。ビーナお姉さんって、どんな人だったの？どうして、そんなこと聞くの？お姉ちゃん、寝言で何度も、あの人の名前、口にしてたから。家族、だったんでしょ？家族はすっごく仲良しなんだって院長先生が言ってたよ。でもヘルお姉ちゃんとビーナお姉さんは仲良しじゃないように見えた。それはもしかしてビーナお姉さんに意地悪でもされたの？違う。
姉さんは悪くない。悪いのは私が悪い子だから捨てられたの。ん？それおかしいよ。え？だってビーナお姉さん泣いてた。消えちゃうとき確かに泣いてたの。多分お姉さんも一緒にいたかったんだと思う。そんなこと。私もね、ヘルお姉ちゃんと一緒にいて初めて心がポカポカしたの。ずっとお姉ちゃんと一緒にいたいって思った。だからお姉ちゃんが悲しい顔をしてると私も悲しくなるし、あの時のビーナお姉さんもそんな気持ちだったと思う。じゃなきゃあんな顔しないよ。本当にそう思う？もちろん。そう、ありがとう、ウィーナ。大変だ、ウィーナが、ウィーナが。ウィーナがどうしたの？とにかく来てくれ。見てもらった方が早い。行こう。彼女は先天性の精神障害を患っているんだが、最悪なことにこのタイミングで発症してしまってね。何らかの影響を受けたためと思われるが、とにかくこのままじゃ危険だ。どうにかならないの？方法ならある。そのために君たちに声をかけたんだ。私のクリニックに彼女専用の鎮静剤があるんだが、あいにくあの辺りは今封鎖されている。そこで無理を承知で頼みたいんだが。構わない。本当かい？場所教えて。ありがとう。今地図を用意するよ。それじゃあ頼んだよ。覚悟しててね、嵐が来るよ。シュシュこの毒物、身に付いたものはこの世界にふさわしくないわ。
罪を清めてあげる。この毒物。はい。しゅっ。行くよー。ヘラさん。で、消火。マップ。シュッシュッ。時間通りに配達完了。愛と希望を運ぶのも私の仕事だからね。わかった。まあ、姉さんに似てるってのもあるし。ええ、あの子。姉さんとかぶって見えるの。髪飾りが同じせいかも。まあ、どうしてあの子があれを持っているのかは知らないけれど。とにかく、そういうことよ。何が言いたいの？アドミンさんの認識は正しいです。この世界において死者は転生を経て再度新たな人間としての生を受けることとなります。その心は、なるほど。アドミンさんはその二人についてどう考えていますか？姉さんの生まれ変わり。聞こえる？緊急事態だよ。リスベインが避難所を襲ってる。それとウィーナちゃんがどこにもいないの。